ははいこんにちはなのかです今回はですね本編が始まる前にちょっと皆さんにお願いがあるんですけど、まあ、コメント欄なんですけどね今回の動画は結構まあ本当のことを言ってますので世の中のことをですのでまあ、いつもお願いしているように一言でもですね何かこの YouTube が罰だとあの AI がねこれはダメだこの言葉はっていうように判定するような言葉はですねどうか書かれないようにお願いします あの、なんとなくで書かれてください。そしてあんまりこう具体的な記述はどうかお控えください、まあ。くれぐれもお願いします。そうしないとこのチャンネルがもう継続できなくなってしまいますので。ね、あの、そこはですね、どうか皆さんもお察しいただいてですね。そしてあの、本編の方をですね、お役に立ててみてください。はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、この時代をどう生きるかっていうことをテーマにお話ししたいと思います。 まあ一つ前の動画でですね、まあ私が、まあ一人じゃないんだなって分かって、まあそれはですね、一人じゃないっていうのは、あのこの現実世界の、まあ目に見える、例えば友達とか恋人とか伴侶とか、まあそういう人がね、いるかいないかっていうそういう一人とかっていう意味じゃなくて、まあこの宇宙のシステムというかですね、まあそういうことに対してのお話をしたんですけど、そしてですね、まあ一人じゃなくて常にこう見てもらってて、 あの、そういう存在にですね。それでいろんなこうね、あ、こういうことが人生を受けるんだなって、まあそういう体験談をね、まあ次か、まあいつかの動画でお話ししますって言ってたんですけども、まあそのですね、体験談の動画の前にですね、あの、総まとめとした動画をちょっと出したいなっていうことで今作ってるんですけどね。その総まとめっていうのは、まあ,あの、おさらいですよね。 今この時代っていうのはどういう時代なのかっていうことをまずですね、あの知っとかないと、その私の体験談をいきなり聞いてもですね、まああんまりね、ピンとこないっていうこともあると思うのでね、まずは、あの知識としてですね、まあこういうことなんですよっていうことなんですね。そしてあの二つ前のこちらの動画でもですね、まあそういう関連のことをお話ししてますんで、まあ、こちらのね、動画もね、あの合わせてご覧ください。 で、まずですね、あのー、基本中の基本ということで、私たちは生まれてからこの方ですね、あの、ただ表面だけを見て、そこでいろんなことを判断して、いろんな思考をして感じて生きてるわけなんです。まあ、それはこの地球上のね、この地面に立って、まあ、生きてるっていうことで、 人間関係があったら、まあ会社の人とかがね、あの人むかつくとか、あの人なんなのと思って、まあそれってめちゃくちゃ表面だけなんですね。で、その表面だけで生きていろんな感情を味わう、まあ。もちろんそれがですね、この地球での、まあそういうね、こう人生っていうことなんで、それが悪いとかじゃなくてですね。 あの私たちはその表面だけでこう生きるっていう風になっちゃってたわけなんですよね。でも実はですね、そこにですね、あのもう一つこの上のところに、まあ、ちょっとこう図を想像してもらいたいんですけど、私たちがこの地面に立ってたら、そのちょっとこう上の方にですね、私たちをあの本当にこうね、手のひらで転がしている存在がいるっていうことなんですよ。 私たちのこのね、人間をですね、操って、いろんなことをこう思い込ませたり、誘導してですね、あの自分たちの利益になるような世の中を作ろうとして、まあ、作ってきている、そういう悪い人たちがいるっていうことなんです。 まあ私はですね、まあ子供の頃からね、あれってね、何なんだろうこの世の中とかえ、この学校って何なのかな先生ってなんかおかしくないってね。こう、いろんなものを見て、まあ子供ながらにおかしいな、おかしいなと思ってきてたんですね。で、そのおかしいなっていうのが、まあこの4年前に起きたこの大きな出来事で、 あ、やっぱり私がおかしいなって思ってた、あれが本当だったんだなって分かったわけなんですね。それがさっき言った私たちのこのね、上の方で、私たちを操ってる人たちがいたんだっていうことなんですよ。 だから私はそれにずっと子供時代からなんかおかしいよなって気づいてたっていうことなんですね。でもそれがですね、本当かどうかもわからずずっとこう大人になってきて、で、まあ4年前に、ああ、やっぱりなってわかったっていうことなんです。そうやってですね、私みたいにこう気づいた人がですね、まあ大体ですけど2割ぐらいいるみたいなんですね。まあ1割ちょっとなのか2割ちょっとなのかそれはわからないけど、大体として2割ぐらい。それが4年前に気づいた人たちなわけなんですね。 でもその残りの8割方がですね、全くこの表面だけで生きてきたこの自分たちをですね、まだまだ表面だけで見て生きてらっしゃるんです。そしてその上に悪い人たちがいるなんて1ミリも気づいてない。全くです。逆にですね、その悪い人たちって私が今言ってますけど、その信じちゃってる人たち、8割方の人たちにとっては悪い人じゃないんですよ。 いや、あの人は素晴らしい人だ。あの人は偉い人だ。あの人は権威性があるから、ちゃんとした人なんだ。あの人の言うことは正しいんだと思い込まされてるわけなんですよ。だから信じちゃってるから8割方の人が、まあ4年前から始まったいろんな大騒動に、まあ素直に従っちゃってるっていうことなんですね。どこも疑わないんですよ。あ、国が言ってるから、お医者さんが言ってるから、あ、そういうふうになってるから、 もう信じ込まされちゃって何も疑わずにやっちゃってるわけなんですよね自分の健康とか命を害することをですでも2割方の人はちゃんと気づいて一切そういうものを体に入れてないんです私もそうです私の家族もだからですねあのまずはそこに気づかないといけないんですね私たちがこの日本人がこの日本に生きてるこの日本に生きて毎日、まあ、日常をね過ごしている わちゃわちゃやったり、喧嘩したり、ね、いろいろやってますよね。でもその上にですね、上というか、その周りにですね、悪い人たちが私たちを管理して、そしていろんなところにこう、の方に持って行って、そして病院に行かせたり、薬を飲ませたり、医療に頼らせたりっていうことをやっちゃってますよっていうことなんです。だからですね、あの、来々月から何か始まるっていうことでね。まあ、それもですね、もう8割方の人がまたやっちゃうのか、 いや、今はね、もう8割型じゃなくて、だいぶですね、あれからこう気づいてる人が増えてるので、まあ7割ぐらいになるのかね、まあ6割になってほしいなとか、もっともっと減ってほしいなっていうことなんだけど、いや、でもですね、相変わらず国を信じて、政治家を信じて、お医者さんを信じて、いや、もう普通に、ああ、国が言ってるから、ああ、やらなきゃいけないんだったらやるよって、いや、もうね、自分から進んでやります、なんていう人たちがね、まだまだたくさんいるんですよね。 そうすると、ご自身の健康と命が、もう本当にね、あの、危なくなりますよっていうことなんです。これ脅してるとかじゃなくて、本当にそうなんですよ。それが現実なんですね。だから、あの、現実のことを私はお話ししてるだけで、まあ、二つ前の動画で言ったようにね、いやー、自信がね、来ますよ、やばいですよってこうね、それが定かじゃないものを私が言って脅してるわけじゃなくて、いや、本当のところを私は言ってるだけなんですね。 だから私もですね、あの、どん底の時は医療を本当に信じきっちゃってて、まあ病院ばっかりって薬をたくさん飲んじゃって、もう本当に手術もしまくって、もう本当にですね、医療まみれだったんですよね。だから今めちゃくちゃ体調が悪いんですよね、その後遺症っていうことで。 だから医療を信じちゃう人っていうのは結局こうやって体を悪くしちゃったり、まあ、命をなくしちゃったりするわけなんですだからもうねたまたまねこの動画に出会っていただいた方、まあ、そういう人がいたらですねえ何のこと言ってんだろうっていうことをちょっとねあのいろいろ考えていただいてあの来々月再来月から始まるね何かこう体に入れるものをですねどうかどうかちょっと本当に注意してくださいっていうことなんですね。 だからですね、もう国がやってること、もうそしてテレビ、マスコミ、全部悪い人たちの仲間ですよ。あの、テレビっていうのは洗脳のための機械で、あの、作られてますんで、まあ全部ね、あの、誘導のためにいろんな情報を流してるんですよ。ニュースだってそうなんですよ。ニュースに出てくるコメンテーターとかお医者さんも信じちゃダメなんですよ。でも、あの、私たちは、いや、信じるように作られてきたんです。 そういうふうな教育を受けて洗脳されて、まあ、すり込まれて思い込まされてきてるわけなんですね。だからそこに一早く気づかないとですね、あの自分の健康と、もちろん家族大切な人の健康と、命がっていうことになりますよっていうことなんですね。で、そういうことを踏まえてですね、あの、私がですね、そういうことに気づいて、あ,あ、やっぱりなって分かって、 そして自分の健康、家族の健康、命を守るような生き方をこの4年間やってきました。そしてこの YouTube でも発信はしてたんですけど、まあ2つ前で言ったように、まあ収益をね、剥奪されたりとか、 まあね、あの、削除されたりとかですね、動画をね。まあそうやってね、あの、いろいろですね、この世の中マジでおかしいんですよね。日本っていうのは自由だと皆さん思ってますよね。私も思ってましたよ。いや、日本っていう国が一番なんかね、こう住みやすいんじゃないか、世界をね、見たときに。いや、もちろんね、世界ですっごく素晴らしい場所いっぱいあるけど、まあ日本って結局なんか住むにはね、日常的なことって、あの、すごく便利だし、まあ清潔だったり、 あなんかやっぱり住みやすいよねってね。治安がね、悪いところももちろんあるんだけど、でも、まあ、全体的に治安もそこまで悪くないし、まあ、普通にね、例えばこう、ほら、財布を落としたって、ちゃんと届けてもらったりとかね。まあ、日本ってすごいなって、いい国だなって思ってたんですけど、まあ、もちろんね、国民はいいんですよ。あの、普通の国民はいい人が多いんですけど、 まあでも、それをね、あの、牛耳ってる、さっき言った悪い人たちがいたんだっていうことなんですね。だから、あの、権威性にね、弱い人たちが、まあ、肩書きに弱い人たちがまんまと騙されます。世の中に。悪い人たちに。あの人は政治家だから、国だから、国がやってる機関だから、ね、テレビだから、いや、ニュースキャスターって正しいと思ってる。で、コメンテーターの人たちは正しい人たちなんだ。 ね、よくね、ネットに出てくる、あの、すっごくこうね、登録者が多い人たち、ある意味、こう、芸能人と言ってもいいぐらいのこの立ち位置の人たちいますよね。そういう人たちが言ってるから、本当のことなんだって信じちゃう。それでですね、牽性で全部丸め込まれて騙されちゃってる人たちっていうのは、もう自分のですね、健康と命を、あの、本当にですね、あの、危うくしますよっていうことなんです。 だから、権威性で人を見るんじゃなくて、その人が何を言ってるのか、そしてそういう人たちの顔つきを見てください。あの、その人の生き方とか考えてることって顔に出るんですよね。だから政治家とかの顔を見ればすぐわかりますよ。いや、この人って心が綺麗じゃないんだろうなって、何か考えてそうだな、腹黒いんだろうな、自分の利益だけを考えてるんだよなって、それ顔に出てますよね。そして言葉にも出てます。 いや、こういうことをね、発してるのに、その周りの政治家って何も言わないんだなってありますよね。その周りの政治家も自分たちの立ち位置が大事だからなんですよ。自分たちも政治家でお金をもらってるから、その自分の立ち位置を壊したくないから、その上の政治家の人たちを何もね、あの、咎めないんですよ。自分を守るために。自分のお金のためにですよ。 だから政治家がですね、あの偉いとかね、あの素晴らしい人じゃないんですよ。いやもちろんね、その中には本当にちゃんとしたことを言ってくださっている方もいるみたいなんですけどね。でも、あのほとんどが自分のことを守るために政治家になっている人たちばっかりです。親子代々ね、まあそうやってやってたりとかですね。だからああいう人たちは国民のことなんか1ミリも考えてないんですよ。自分のことしか考えてないんですよ。自分の利益のことだけ。 そしてお医者さんもそうです、ほとんどが。もちろん100%じゃないですよ。ちゃんとしたお医者さんもいますから。私はですね、あの、こうやって言ってる時に100%っていうことは一切言ってません。あの、ほとんどの人っていうのは100%っていう意味じゃないですよ。その中には本当に自分の、本当にこのね、善意というかね、あの、本当にこういうことをみんなに伝えたいって一生懸命発信している方もいますし、 お医者さんだからといってすべての人が悪いということじゃないんですよね。だからそういうですね、顔つきとかね、あと言葉とか行動をですね、ちゃんと見なきゃいけないんですよ。あの、それはですね、日常生活の人間関係でもそうです。会社の人とかママ友とか近所の人の顔つき、言動を見て、あ、この人って、あの、こういうことを考えて生きてるんだなって、ちゃんと見抜くっていうことです。そして本当に心が綺麗で穏やかでね、 本当にこう、すががしい人とだけですね、関わっとけばいいんですよ。 あの、すっごくね、この人なんか変だなーってこういろいろ言ってくるなーとかね、なんかおかしいなこの人と思う人のことなんか一切考えなくていいんですよ。でもですね、世の中って、そのね、自分にとって嫌な人のことをね、考えてる人たちだらけなんです。あの人ムカつく何なのあの人って。いや、私に、ね、こういうこと言ってきて、いやもう腹立つわ、イライラする、もう絶対許せないなんてですね、それって自分の負の感情をですね、もうどんどん増やしてですね、自分の波動を下げて、 自分がネガティブな、すごくどす黒い感情になっちゃってる。それをですね、自分でやっちゃってるだけなんです。だからそういう人たちのことを一切スルーして、ただ自分が楽しく生きればいいだけなのに、すごく人のことをね、もうずっと考えてる人たちがいるんですね。だからそれをですね、私はもう本当に何回も何回も、この動画でお話をしてるわけなんですよ。 そういうね、負の感情は一切いらないんですよってことなんです。で、そうやって負の感情っていうのを、その悪い人たちがね、私たちに植え付けてきてるんです。ドラマとか映画とか、いろんなありとあらゆる私たちが見聞きするもので、いや、人のことをこうやって恨みなさいとかね、負の感情を抱きなさい。 悲しいと思いなさい。孤独を感じなさい。寂しいと思いなさい。一人ってダメなんだ。友達がいないとダメなんだと思いなさい。あなた一人でしょって。一人ってわびしくないのなんてね。ものすごく負ですよね。不をね、植え付けられてるんですよ。だからそういうことも私は動画でお話ししてますんで、いろいろちょっとね、私の動画を根こそぎ見て、あ、こういう風うに考えればいいんだ、人生ってって。本当に楽になっていただけたらと思います。 そしてね、あの、そういうね、私たちのこの上の方に悪い人たちがいるっていうことですね。それはこの現実世界の人間ですよね。で、その先にまたこう、どんどんね、人生が進んできて、いろんなことに気づくと、宇宙に行くんですよね。で私、宇宙っていうのは、あの、絵空ごとだとは思ってないんですよね。だって、現に私たちがこの地球に生きてるじゃないですか。 この地球って宇宙の一つなんですよね。だから宇宙のことを話してなんかバカにしたり、あ、なんかスピリチュアル系なんだとかね、あ、なんかおかしなことを言ってるこの人っていう人いると思うんですけど、いや、じゃあ自分たちは何人なんですかってことなんですよ。自分たちはどこに生きてるんですかってことなんです。宇宙じゃないんですかって。だから宇宙に自分たちも住んで生きてるのに、宇宙のことを話すと、はぁみたいな。 そういうふうにね、感じる人って、本当にですね、ちょっとそこがね、なんか辻褄が合わないっていう考えなわけなんです。だって私たちは地球に住んでるんですよ。宇宙の一部なんですよね。そして生まれてきたらまた命が終わって、っていうそういうなんかこう本当にね、もう不思議なこのね、作りの、このね、構成のですね、仕組みのですね、そういう世界に生きてるわけなんですよね。 だからそこに疑問を持たないで、ただ表面だけを見て、ただこう日常の現実だけを見て、わちゃわちゃやる、そのわちゃわちゃは全然いいんですけどね、楽しいのはいいんだけど、なんかこうね、ムカつくとか、なんなんだとか、あるいは嫉妬してね、あの人許せないとかね、なんなのとかって、あの、そうやってただ表面だけで生きてる人が、あの、本当にですね、あの、もっともっとこの上のね、さっき言った悪い人たちがいて、その先に宇宙があるっていうことを、まず知らないとですね、 あの、自分の人生がいいものにならないっていうことなんですよ。で、宇宙っていうのがあって、私たちは宇宙からこの魂でこの地球に降りてきてるわけなんですね。でですね、その宇宙の話とか、なんかスピリチュアル系とか、まあ、魂的なことね、波動とかっていろいろですね、発信してる人がたくさんいますよね、YouTube でもね。 でもですね、あの、私はこう考えてるんですよ。私もある程度の方たち見ましたけど、あの、言ってることがね、ここは同じなんだけど、ここがちょっと違うな、この人とこの人ちょっとここ違うよねってありますよね。そういう時にじゃあどうしたらいいかっていうことなんです。皆さんも多分ね、そういう経験あると思うんですよ。いや、大体みんな同じことをここでは言ってるけど、あれ、ここ違うよな、どっちを信じればいいんだろうってね。 で、そういうとき私はどうしてるかというと、私に都合がいいことを選択してます。その私に都合がいいことっていうのは、私が負にならないっていう情報です。私が例えば、A さんと B さんがここに行ってその情報を見たときに、A さんと B さんがここではすごくいいことをね、言ってくれてて、まあ自分もこうね、あ気づかされたなっていうのがあっても、B さんの方がちょっとなんかね、えー、えー、そこちょっとやばいのかなみたいなことを言ってるとしますよね。 でも他の面ではいいこと言ってても。じゃあこの B さんが、あれっていうことを言ってたら、そこは私はスルーします。 だって、そこで、負にね、私がなっちゃうとですよ。えー、そうなんだ。えー、そういうこともあるのかなって、ちょっとこう不安になったり、心配になるような感情になっちゃうと、私が負になっちゃいますよね。負になるっていうことは波動が下がっちゃうんですね。せっかく私、こうやってね、あの、いろんなことが気づけて、楽しくね、生きて、今日一日を目いっぱい生きてるような私がですね、そういう情報を与えてくれてる人の、その負のことで、この自分の今の生き方をですね、なんか左右されたくないんですよね。 で、それはこの世の中のこともそうですし、まあ宇宙のその仕組みのことだったりね、例えば死後はどうなるのか、ね、死後の世界ってこうなってるっていう人もいれば、こっち側の人はいや、こうなってるんだってね、言う人いますよ。いろんなね、言い方あるんですよ、その人によって。でもその中で自分が今生きてるこの地球上でですね、毎日を過ごすときに、気分が良くなるように情報を取り入れればいいって私は思ってるんですよ。 それがもし違ってもですよ。例えば死後の世界が、いや、こんな感じでね、すごくいいとこなんですよって言ってる人がいるとしますよね。でも、かたや、いや、死んだらね、こうなって、いや、死後の世界でもちょっとね、辛い部分があるんですよねって言ってる人がいたとしたら、いや、私はいい方を信じます。 いや、それはですね、いいんですよ、それで。もし本当に自分がね、あの死んだ時に、いや、実はこっち側の B の人が言ってることが本当だったとしたっていいじゃないですか。今この地球上で生きてる時に楽しく、あの心をね、負に持っていかずに波動を上げてれば、この今生きてるこの時間が楽しくなるわけなんですよ。それで波動を上げてれば、いい世界線になるから、 幸せのことがどんどん起きてくるんですよね。それ宇宙の法則で波動の法則なんですけど、まあ引き寄せの法則とも言うんですね。だから、この現世で今生きてる私だから、いい情報を取り入れて、いいことだけを聞いて、まあ楽しく生きとけばいい。まあそれがですね、私のこの4年間、いろんな情報がですね、本当に錯綜してね、いろんな人たちがいろんなことを言ってましたよ。4年間ですから。 だから私もですね、そこで気づいて学んできました。あ、こういう情報を出してる人がいる。あ、でも肩やこっちではこういうことを言ってる人もいるんだな。ある程度もう見たんで、あ、あの宇宙っていうのはこういう状況だって言ってる人もいれば、いやでも宇宙ってこうなんだよって言ってる人もいる。死後の世界はこうでって言ってる人もいればね、肩やこうなんだよって言ってる人もいる。いろんな情報があって、じゃあその中で自分がいいね、気分になるものを選択すればいいんだな。 っていいうことにたたどり着いたんですだから私はいろんなことを言ってる人がいても全く動揺しないんですよ。ああ、そうなんだ。この人はそういうふうに考えてて、あるいはその人が本当はそう考えてなくてね、ただこの視聴者を動揺させようとしてるとかね、また負の方にね、あの、持っていこうとしてるのかもなって、まあそうやってですね、何かしら意図があるのかもしれない。まあそこをね、あの、疑ってですね、あの、まるまる信じないっていうことなんですよ。 あの、上積みをね、それこそこう、いろんな情報の上積みの、その上積みって言ってもいい上積みですよ。自分にとって気分が良くなる上積みをとってですね、それを自分のものにしていけばいいわけなんですよ。 そして楽しくこの地球上で生きとけばいいんです。そしたら生きてる限り楽しいですから。それで楽しく生きてればいいことが起きるんですよね。まあ、そのいいことっていうのが引き寄せであり、まあ私がね、これから話そうとね、告知してた、いや私のね、人生でこういうことが起きたんですよって、いやなんかすごいんですよね、人生ってっていうことにつながるっていうことなんですよ。だから自分が気分よくいる、 すごく楽しいと思って生きる。負のことは一切いらないとして生きる。その負のことが一切いらないっていうのはある程度経験した後っていうことですよ。 あの、負を経験するのは人生ですから、それはすごくいいことなんです。辛いこととか、嘆くこととか、本当にもうね、苦しみとかね、いろんなことを経験しての、その後に気づきとか学びがあって、心が楽になって、世界線が変わって幸せになれるっていうのが人生ですから、いろんなことが起きるのが当たり前なので、それがね、一見すると負のことですよね。だから、負のことを経験するのは全然よくて、その時に、負をあの、味わう、負の感情を感じる とことは全然いいんですでもそれをですね気づいた後はっていうことですああこういうことだったんだって気づいた後はもう一切不はいらないです 私、負が全く今ないんですよね。あれだけ過去負だらけだったのに、今全くないんですよ。まあ、そうなるとですね、もう本当にいろんなことが引き寄せられて導かれて、本当に私にとって都合がいいことがどんどん起きるっていうことなんですよね。だからもう、はすごいなっていうその波動の法則とか、宇宙のシステムとかってすごいんだなっていうことにね、行き着いたわけなんです。だからその宇宙っていうものが本当にあるんだっていうことにも行き着いて気づけばですね、 まず、あの、さっきの話からもう一回言うとですね、まず自分たちがここの地球上のこの地面にいてですね、その表面の世界にいて、その上に悪い人たちがいて、その上に宇宙っていうのがありますよっていうことなんです。だからまあ三段階ですよね、図で言うとね。そのね、三段階の図をですね、常にもう分かっちゃった、そういう分かってる人たちっていうのは、この現世のこの現実世界でもう負がないんですよ。 あの、例えば人間関係であの人ムカつくとかって言ってたってですね、自分がですね、ただただこう良くない人生になるだけってもう分かっちゃってるんで、あのそういう負の人たちのことなんか一切気にならないっていうのがそこなんですよ。だから私がその3段階で今生きてるんで、あの大きなところから見てるんですよね、この毎日を。だからあの、誰かこの現実のすぐ目につくあの人ムカつくとかが一切ないってことなんですよ。 だからどうかですね、そういうところに全部、この全体像を把握してですね、じゃあ自分はどう生きていくか、情報の上積みだけ、いいところだけを取って、もう波動を上げて、引き寄せて、楽しく生きる。もうそれに尽きるっていうことなんです。 で、あの、情報で言うとですね、もう、例えば健康面でもね、いろんな情報を言う人がいるじゃないですか。これを食べたら健康になります。寿命が伸びますってね、なんとかっていう病気が治るとか、あと、これはもう食べちゃいけませんよ。これを食べるとね、なんとかっていう病気になって、とかって、まあ、それもある意味脅しなんですよね。 いや、もちろん本当にそうですよ。添加物は体に良くないし、ね、あの、こういう食べ方すると体に良くないっていうのはもちろんそうだと思いますよね。あの、この人間のこの肉体っていうのは、やっぱりちゃんとね、あの、管理して健康な状況にしとかないと自分が辛いから、でもそれには、このね、あの、原理原則のこの体の細胞というのはどういうものかとか、まあ、この血液とかね、あとは運動をしないと、まあ、ずっとこう座りっぱなしだと良くないとか、それはもう当たり前のことなんですけど、でもですね、そこにあんまりですね、こう頭でっかちに なななりすすすすぎるのののもまた良くないんんでででよよそれがですねねね自分知、ね、知らず知らずずううちちににスストレっゃ私今今日ね、こういうことをやっちゃったから、例えばずっと座りっぱなしだったからあ、私不健康になったかもとかって思っちゃうと、なったかもって思っちゃうこと自体がもうなっちゃうことなんですよね。自分の思考が現実化になるんですよ。だからアイスクリーム一つとってもね、この夏めちゃくちゃ暑いから、 アイスクリーム食べずにいられませんよね。でもアイスクリームって体に悪いんですよって言ってる人いっぱいいますよね。いやもちろんその成分によってですよ。 あの、本当に手作りで悪いものを入れてないアイスクリームじゃないですからね。まあ、一般的に売られてるですね、添加物、添加盛りのアイスクリームのことです。じゃあね、その、アイスクリームのカップの裏側のね、もう成分のとこ見て、うわーもうこれも添加物だ、これも良くないんだ、とかって思いながら、でも暑いから食べたいから食べようなんてね、そのこう、負の感情と食べたい感情とこう、二つ持ちながら、アイスクリームを食べたらどうなると思いますかその、負の感情を持ってると、負がね、 もう自分の中にね、もう染みついちゃって、そうなっちゃうんですよ。あ、これって体に悪いんだよなって思いながら食べてることになっちゃいますよね。それって本当に自分の体に悪影響になっちゃうんですよね。だから私は、いや、これめっちゃ美味しい。もう本当にこれ食べれて幸せだ。こんな暑い時にこの冷たいアイスクリームめっちゃ美味しいわと思ってね。このアイスクリームを買えるお金がある私嬉しいみたいなね。そうやっていいことばっかりを考えて生きれば、 いや、負のことはもう排除できるんですよ。あの、本当にね、体に悪いものを食べてても、いや、本当に幸せだわって。いや、これ美味しいって心から思って感謝して食べてれば、それが脳に行ってますよね、その感情が。だから、私はですね、いいと思ってるんですね。いや、よほどですね、暴飲暴食、もう本当山のようにね、目の前にアイスクリームを積んでバクバク食べるとかじゃないですからね。あの、一日一個食べるだけですから。 それでですね、罪悪感持ってこれ体に悪いなんて思いながら食べるのと、ああ、これ美味しい。もう本当私幸せだ、この夏にって思って食べるのとは、本当にですね、真逆ですよね、自分に与える影響っていうのが。波動のね、あの、いい悪いも、あの、分かれちゃうんですよ。だから、私はひたすら自分が幸せだ、嬉しい、もう感動だってね、ああ、ありがたいと思う方を選んで生きてるわけなんです。 だからですね、皆さんもね、あの、本当に健康になりたいとか思ってて、添加物は絶対食べたくないとかね、あ、これ体に悪いんだろうな、だってこのね、YouTuber さん言ってるから、なんてね、あの、そういうことに翻弄されてることがすでにもう負なんですよね。だからもう一切もう手放した方がいいんですよ、情報とか。 その情報をですね、入れなくて自分がもうある程度ね、皆さん知ってらっしゃると思うから、まあその中で、いや、これは今食べたいから食べる。だって美味しいからって思って幸せだからって思ってればいいと思うんです。 さっき言ったように、よほどね、過食しない限りですよ。そればっかりもう暴飲暴食しない限り、まあ、普通の量を食べてる分ではですね、あの、ちゃんと自分でちょっとこうね、あの、添加物だらけのものを食べたなと思ったら、まあ、こっち側でま野菜をたっぷり食べようとか、自分でですね、もうそれを習慣づけとけばいいだけなんですよ。 でもそれはね、皆さんの体ですから、私がどうこう言うとですね、いや、七のさんがこう言ったから、私そういうふうにしたら病気になりました、なんて言われてもちょっと困りますんで、私はっていうことで聞いてください。私はそういうふうに生きてます。そして健康面とか、あの、命のことで言うとですね、あの、私、母を見てても、本当にそれ感じてて、母がですね、あの、添加物だらけ、まあそういうものしかほとんど食べてないんです。もう何年も。何年もっていうか、もうずっとじゃないですかね。 母ってもう本当にこう小麦粉とかね、乳製品とか、もうとにかくこう、何て言うの、自分で手作りじゃなくてこう、惣菜とかですね。もうそういうね、本当に添加物だらけのものが好きで、 それで今私がね、こう買い物をしていってるんですけど、とにかく頼まれるのがそういうのばっかりなんですよね。で、たまにね、こう私がこうお弁当屋さんの、こうちゃんと手作りのね、とこのお弁当屋さんのとこをね、持って行っても、なんかあんまりこう喜んでなくて、やっぱりあれ買ってきてくれないかなって、またこうピザだったりとかね、あそこのおにぎり、こう添加物の入ってそうなおにぎりね、作られたようなやつとか、 いやもうなんかね、もう聞いてると私がね、わーってなっちゃうようなものばっかり食べてるんですよね。で、それをね、私は最初の頃すっごく母のこと心配して言ってたんですけど、でもね、ある時期に、いや母がね、それが美味しいって言って食べてるから、も、ま、う、あ、それでいいかと思ったんですよ。だって母めちゃくちゃ美味しい美味しいって言ってんですよ。いや、これ美味しい。もうありがとう。買ってきてくれてて、ニコニコしてそれを食べてるんですよね。 それって結局母にとっては幸せホルモンが出てるってことですよね。いや、これ体に良くないんだよね。本当はね。なんて言ってないんですよ。いや、これ美味しいね。って言って食べてるんですよ。そして母は今84歳ですけど、あの、全く病院に行ってなくて、あの、薬も飲んでなくて、 あのただ痩せててねガリガリなんですもう骸骨みたいなんですよ骸骨みたいだからあの心臓とか肺がもう弱っちゃってるからもうその階段が登れないっていう状況なだけでねだから外にもあんまり出れないんですけどでもですねあのそういう健康面病気的なものは一切大丈夫なんですよそれだけ添加物だらけでそしてこうね歯もないからこうちゃんとかめてないのにそれでも健康というかねその痩せてるとこ以外は健康なわけなんですよ まあ母に言わせるとね、いや健康なんて言わないで私もきついのよっては言うと思うんですよね。やっぱりこう痩せてるからきつそうだからね。でも、その健康っていうのは癌とか何か病気になってないっていう意味です。薬も飲まなくていられているっていうことです。だから私母を見てて、ただただ自分が幸せだ、美味しいと思ってればいいんじゃないかなって、それをね母がね、こう教えてくれてるんじゃないかなと思ってるんですよ。だから私もですね、もういろんなこと気にしないことにしたんです。 ああ、もう私はこれが美味しいんだ。これ大好き、幸せだって思って食べるようになってます。だから、私はそうやって食べ物に対しての情報も、もう一切ね、ああ、もうまたこういう人を言ってるなって、こうなんか流れてくるんでね、こうサムネイル見て、いやもういいよってね、いや私はこれ美味しいと思って食べてるからと思ってます。やっぱり宇宙の法則とか、まあそういう波動の法則ね、量子力学的なこととかで、まあそういう観念から見るとですね、ただただ自分が本当にいい気分で生きる、 自分の機嫌を上げとく。嬉しいな、楽しいな、ありがたいな、感謝だな。そういう明るい気持ち。ね、清々しい気持ちで生きる。そうすると波動も上がって、周波数もね、上がって、もういいことが起きる。もうそれが人生っていうことなんですよ。だから、それでいいやって思うようになったんですね。だから一切も気にしてません。もうしたいようにして、食べたいものを食べるっていうことでやってます。だから、あの、今のこの時代をですね、そうやって私は生きてますっていうお話でした。 だから、あの、三段階の世の中ですよっていうことに、ちょっと気づいていただいて、まあ、あの、再来月からね、始まる、ね、医療系のことをね、本当にそれ大丈夫なんですかって疑ってくださいっていうこともお伝えしたいし、まあね、本当にですね、権威性をね、あの、本当に重視して、権威ある人のことをね、信じちゃう人は、本当にね、こうね、人生が、健康がっていうことです。まあ、そういうことでね、あの、私もですね、 まあちょっとね、その過去のね、医療にどっぷり使って、まあ、本当にこう、脳に作用する薬を18年間も飲んじゃったんで、もう本当にその後遺症というかね、もうめまいもすごいし、もう脱力感とか疲労感とか、もうなんかふにゃふにゃっていうかこう、脱力ですよね。もうそういう体で毎日毎日今生きてますんでね。だから、あの、本当にこの動画の配信も今ね、ちょっとこう、立て続けに毎日やってましたけど、またちょっとね、あの、間開けたりもするかもしれません。 で、絵の方もね、あの、本当に自分がやりたいことなので、 まあ昔からね、絵が大好きで描いてきてね、漫画家にもなりたいなとか、イラストレーターにもなりたいなとかね、もう自分のこの絵のね、本とかも出してみたいとか、いろいろ夢を持ってましたけど、まあそれはね、あの、叶ってなかったけど、でも今ですね、まあ一つ一つの作品をこの動画とね、関連させて、私がこの動画で心から皆さんにお伝えしたいことをね、あの、その絵に添えてですね、あの言葉を書いた、まあそういうものをね、作って皆さんがそれをね、 本当にこう認めていただいて買っていただくっていうことが、まあ、それがね私の夢が叶ってるっていうことですよねだから本当にこう自分の信念を貫いて何がいいのか悪いのかをちゃんと見極めてすがすがしく本当に心穏やかに生きていればいいことが起きるんだっていうことなんですよ それもね、私の、あの、人生の一つのね、あの、その経験っていうことです。まあそういうことで、このチャンネルの動画でですね、あの、お話ししている、お伝えしたいこの言葉をっていうことで、 絵の横に書いてですね、あの、インテリアとして、あの、使っていただける額をですね、制作してますので、まあ、いろんな言葉をですね、あの、入れてますので、ぜひですね、なんかこう、ビビッとくる言葉をですね、あの、お部屋に飾っていただいて、まあ、ついつい忘れがちだったなってね、思って、あ、そうそうってこう思い出していただけるように、お役に立ててみてください。で、あの、オーダーもですね、あの、受け付けてますけども、まあ、現在のオーダーの受付としては、あの、既存のね、あの、みんなの方に出品して、 作品ののの中からあ,のあんままり書き込みみ量が多くないいもののみ受け付け付ていますそして、言葉はですね、皆さんがこういう言葉を横に書いてくださいって言っていただければ、あの、短いね、一言でもいいですし、長文でもね、今までオーダーを受けてました。あの、たくさんの言葉を書いてくださいっていう方もいらっしゃったんでね、まあ、それもあの受け付けてますので、あの、ぜひですね、本当にこう、私をね、あの、動画だけじゃなくて、絵の方でもお役に立ててみてください。あの心込めて 1> 1点1点こう限界でですね 手書きであの書いてますあの。印刷物じゃありませんので。そしてあの写真よりですね、やっぱりこう実物の方がね、全然いいですあの。写真はちょっとね、なんか暗め,めに映ったり、なんかこう色がね、あんまりこう、本話かね、映ってなくて、ちょっとこう暗めに映ったりしてますんで、まあ本当にですねこう、実物を手にしていただいてねあの、飾っていただけたらなと思ってます。そしてあの今までご購入いただいた方のご感想、レビューですね。それはですね、あのコミュニティっていう場所のところにあの随時ですね、 あの、投稿させていただいてます。今まで本当にですね、あの、ご感想いただいてありがとうございました。で、そしてあの、インスタの方にもね、あの、レビューっていうところをあの、まとめてますので、まあ、どちらかで見てみてください。あとですね、あの、アクリル画とかハンドメイド品とかもありますので、いろいろですね、あの、私をお役に立ててみてください。では、今回もありがとうございました。